どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。またしても集会にバケモンがやってまいりました。もうこんなんどう考えても強いよねっていう集会新キャラが実装されました。でどういう性能かと言いますと、まず覚醒がですね、バインド、スキブ4、回復努力4つ、雲、操作負荷、暗闇耐性持ち、それに加えて超覚醒見てほしいんだけど、スキブ毒耐性 LG プラス全パラ持ってるんですよ。えぐくない？スキブ6とか毒耐性で4種耐性とか、 L 字でアシスト無効回復とか、全パラもつけれたりとか、もう何でもできますっていう対応力の高さに、まあ、全パラつけてあげるとステもまあ高くて、でさらにですね、何より強いのがスキルなんですよ。ちょっとスキル見ていきましょう。こんな感じ、4ターンで4ターン HP40% 回復、回復が落ちやすくなる、6解除し光以外から回復音声生成が4ターンで使えます。自動回復ループとしてはもちろんのこと、なんなら回復生成で自力回復さらできてしまうっていうね、なんか攻略寄りの周回キャラって感じです。まあナナリーはもう特に耐性を完璧にできるのが一番でかくて、このキャラ一体で雲を操作か暗闇、さらに超覚醒で毒耐性すらつけれますので、耐性スキャマの周回編成とかにおいてはかなり強いですし、なんなら場合によっては攻略編成すら入ってくる場合もあるんじゃないかなと思います。という感じのぶっ壊れ周回サブですね。今日はナナリーを使って実際に遊んでいこうと思います。じゃあ編成紹介、まずはリーダーからですね。平和島リーダーチェーンつけてあげて、こちら白狼武器継承ですね。はい、で潜在体力キラーもつけておいてください。白狼武器継承です。で、こちらナナリーです。全パラに、リムル武器つけてあげてます。はい。回復強化つけておくと万が一のリカバリーにも使えます。あのスキル使い忘れとかね。で、ユーフェミア、7強プラスにアシスト無効回復つけてあげて、アマージュ武器でスキブ HP 持ってください。ミサカミコトです。10強に体力キラー2つつけてあげて、こちらワルリン武器継承ですね。体力キラー2つは必須です。ミコト10強に体力キラー2つつけてあげて、パイモン武器継承ですね。まあ、付き忘れてるけど、勝ってるんだけど、10強に、こちらラジオ武器継承って感じになっておりますという感じの編成ですね。はい、もうめちゃくちゃ編成組みやすくて超簡単に勝てますので、今日はこちらのミサカミコト編成を使ってレベル15でね遊んでいこうと思います。ナナリーがどれぐらい強いか、そしてねユーフェミアに関しても実はミサカミコトにおいてめちゃくちゃ相性いいですからね、使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からいきましょう。リムル武器使ってあげてミコト3枚使っていきます。はい、ミコトからのミコト使ってあげて、ユーフェミア使いましょう。で2ターンヘイストしてあげて、平和島使えます。ナナリー使ってあげて、ミコト使ってあげてずらしていきましょう。ナナリーに関してはそもそもこんな感じで自動回復ループとして運用できますので、まあ、根本的に自動回復としても強いですね。でさらになんですけど、自力で回復恩義書を組むことで実際回復もできます。これがちょっとでかいポイントかなと思っていて、例えば、ミサカミコトとかだと、超高難易度行くと、耐久値足りない場合あるじゃないですか。まあ、そういう際に、このナナリーのね、回復4個生成を活かしてあげると、まあ、ご利用し回復組めたりもするとは思うので、まあ、ちょっとそういうところは面白いのかなと思います。まあ、ただ基本的にはやっぱり自動回復ループとして活躍してくれますね。基本は自動回復ループとして強くて、まあ、やっぱ何よりマックス4耐性、今回でも3耐性持ってますけども、耐性3つ埋めてくれるのがまあめっちゃ偉いっていうのと、まあ、それに加えて超覚醒でね、全パラ強化とか、あとまあ4種耐性にできるね、毒耐性持ってたりとかしますので、まあ、単純に周回編成のサブとして、まあぶっ壊れてるかなと思います。なので、まあ、周回勢からしたら、まあ1体取れるんだったら加工したいなっていう感じのキャラですね。もちろん交換所キャラとかではないので、引けるかどうかはね、もう皆さん次第なんですけども、引ければ間違いなく強いキャラですね。で、まあこんな感じで、回復で仕組めると普通に回復もできるので、そう、それこそ殴り合いみたいなこともできたりするのがちょっと面白いポイントかなと思います。はい、なかなかね、あの他のキャラクターだったら厳しいので、そう、そういうところがちょっとユーフェミアの、あ、間違えた、ナナリーの面白いところですね。でユーフェミアに関しては消せない覚醒無効回復で使えます。はい、これで消せない覚醒無効回復してくれて、しかも2ターン回復2倍のリーダースケート上限8ジョークしてくれるので、ユーフェミア使うとこんな感じでえぐい火力で破壊していけます。平和島とミコトをね、無理やり上限解放できるのがユーフェミアの面白いところですね。だからミコト編成も地味にちょっと編成少し変わってて、マジで。このユーフェミアの実装と、あとはナナリーの実装、これは結構ミコトに大きい影響を与えてるかなと思います。はい。まあ結構こういう周回キャラってマジでね、ゲットしておかないと後からね、必要になったりするので、取れるんだったら絶対確保したいですね。まあただね、やっぱね、今回のコードギアーズ新キャラ多いですからね、めっちゃキャラ数多いんで、無料ガチャとか毎日必ず引きながら、コツコツね、頑張ってください。はい、で、ここミコト使います。
ダメージ無効貫通をしっかり活かしてあげて、これで殴っていきましょう。ツーパンしていきます。さあ続きまして6階層です。6階層は巫女からの平和島使ってあげて殴っていくんですけども、ここで乱入ですね。乱入は2パンするだけ。はい、こんな感じで2パンして倒していきましょう。こういう時に HP 足りなくてもナナビの回復ドロップを利用すればゴリ押し回復できたりもするっていう感じです。まあこの遠征はもちろんね 100% HP 足りるんで大丈夫なんですけど、例えば超高難易度とかでそういうケースになったらナナリーのね回復目覚めを利用してあげたりとかもできるって感じです。あとはあれじゃない、ナナリー打ち忘れた時に強いですね。まさにこんな感じでナナリー打ち忘れちゃったっていう時にすぐにナナリー使うと回復恩消しで無理やり回復できるので、やっぱミスること多いじゃないですか。やっぱりこういう編成ってね、そのナナリー使い忘れたみたいな、自動回復ループ使い忘れたみたいな時に、まあそれこそナナリー使ってあげると、これで回復恩消し組んでね、リカバリできたりするので、そういうところかなり偉いのかなと思います。はい、こんな感じで倒していきましょう。だから自分がミスった時にリカバリできるっていうのも、すごいいいところになるのかなと思います。はい、結構何周もしてればミスることありますからね。そういう際のリカバリもできる自動回復ループって考えてもらえれば、まあ強いですね。まあでもそもそもそんなん関係なく、スキビオン回復ドルキを打つに3種対戦の時点で完璧なサポート枠なんで、まあ、巫女編成使ってる人からしたら、ぜひ一体確保したいキャラかなと思います。はい。で、これ光半減で多分ワンパンできないんで、ツーパンしていきましょうか。はい、一発殴ってあげて、ツーパンします。OK、これでツーパンで破壊していきましょう。さあ、続きまして、9階層です。9階層も巫女使ってずらしていきましょう。はい、これで、巫女ずらしてあげてワンパンしていきます。あと、あれですね、この前の電撃文庫コラボで、巫女を引けた人にとっては、今回のコードギアスで、巫女のサブさらに増えたので、巫女の評価少し上がってるんで、それ結構でかいかなと思います。実はこっそり巫女すごい優秀になってますからね。持ってる人からしたらかなりでかいかなと思う。はい、これでずらしていきましょう。そしたら、11階層なんだけど、ユーフェミア使いましょう。はい、このカマエルですね。カマエルはユーフェミア使ってあげて覚醒無効回復していきます。そしたらその後光6個消しで4ターン耐久していきましょう。光6個消し組んで4ターン耐久していきます。はい、 OK、 これで倒していきましょう。さあ続きまして、12階層です。12階層はユーフェミア使ってあげて半分時光力耐久していきます。はい、ユーフェミアからのまず巫女と1回ずらして殴っていきましょう。でも一生ここもねナナリーの自動回復がありますので、ナナリー活用してしっかりと半分まで削り、そしたら半分時光力消し耐久していきます。はい、巫女使って光6消しで耐久しましょう。オッケー、こんな感じで光6消しで耐久してあげて一発耐久。そしたら次に巫女使って軽く削ります。はい、巫女このままずらしましょう。これ実際さ、周回編成とはちょっと話変わるけどさ、回復恩消しでも回復できてさ、自動回復でも回復できるのさ、なかなかかなり面白いよね。だ本当に、しかもさ、なんていうの、それに耐性がめっちゃあるから結構攻略でもやれそうじゃない実際ね。周回で強いのは間違、あ、やべ、やばい、ナナリー使わせれてる。次絶対使おう。実際さ、周回で強いのもまあ間違いないけどさ、攻略でもやれるのは結構ずるいよね本当に。どっちでも強いっていうね。でこういう打ち合わせれた時に回復恩消し組んであげると、本来ね打ってる状態の HP に一撃で戻せますので、それが一番でかいわなって話。もちろんこの編成普通に使う分にはね、全く何も気にしなくていいんでね。はい、で14階層です。ここもユーフェミア使ってあげて覚醒無効回復していきましょう。ユーフェミアからの巫女使ってあげて、さあこれでワンパンしていきましょう。倒していきます。そしたら続きまして、ここワンパンしてあげて15階層ですね。はい、15階層は巫女使ってあげて光の10個消ししていきます。
いきましょう。光の10個消しして、これでまず1回豆作ります。はい、でかつちょっと削ってあげて、でからのミコト使って2パンで倒していきます。はい、ミコト使いましょう。でこれで突破していきます。このまま15階層も倒していきましょう。そしたら続きまして16階層です。16階層はミコト使ってあげて2パンしていきます。ナナリーからのミサカミコト使いましょう。はい、しっかり先生も耐えてあげて、ナナリーからのミサカミコト使います。はい、これでしっかりとまずは一発削っていきます。ナナリーからのミサカミコトでまず一発全力削り、こんな感じ。そしたらこのまま2パンで倒しきっていきましょう。ミサカミコト使います。これでしっかりと10コンボ組んであげて2パンで破壊していきましょう。倒していきます。そしたらラストボス2です。ボス2はミコトからの白炉を使います。これね、ボスめっちゃ気持ちいいから見てて。この編成マジで神編成だから、まずミコト使うじゃないですか。からのリーダーの白炉を使って4ターンヘイストで全員の上限解放していきます。でこうすることで、これでゴリ押しでまずワンパンできると。全員上限解放してこのまま半分まで削り切ります。そしたらこのままですね、次ミコト2枚使っていきます。はい、まずユーフェミア使ってあげてリダフレ上限解放、さらにサブのミコト2枚使ってあげて上限解放上限解放してあげて、あとはこのまま倒していくだけですね、という感じの編成でした。いかがでしょうか。まあ、ミサカミコト使えばね、こんな感じですごく簡単にレベル15クリアできるんですけども、まあ、何よりですね、このナナリーとユーヘミア実装によってミサカミコトの周回編成の幅っていうのはさらに広がって強くなりましたので、まあ、ぜひね、あのミサカミコト持ってる人は狙ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。